皆さんこんにちは。今日は夜ご飯を作っていきたいと思います。今日のメニューはゴーヤチャンプルと水菜と卵、コーンの中華スープ、ほうれん草のごま和え、あとはミニトマトとデザートにオレンジ、それとお豆腐が余ったので冷ややっこにしました。よかったら最後までご覧ください。まずゴーヤは縦半分に切ってワタをスプーンで取り除いていきます。次は沸かしておいたお湯が沸いたので、お塩を少し入れてほうれん草を茹でていきます。ほうれん草は3分ぐらい茹でていきます。そしてゴーヤをだいたい5ミリ幅ぐらいに切りました。切ったゴーヤはボウルに一度入れておきます。そして玉ねぎもゴーヤチャンプルに入れるんですけど、薄切りにしていきます。玉ねぎは半分だけ薄切りにしました。で、ほうれん草が茹で上がったので水切りして水にさらしていきます。食べやすい大きさに切ったらお皿に盛っていきます。そしてこちらもゴーヤチャンプルに入れるんですけど、食べやすい大きさに切っていきます。パプリカをゴーヤチャンプルに入れるのはあまりないと思うんですけど、これがすごい美味しいんです。おすすめです。残ったパプリカはキッチンペーパーを巻いてラップにくるんで冷蔵庫に入れておきます。こうすると長持ちします。そして椎茸も薄切りにしていきます。本当は最初にお豆腐の水切りをするつもりだったんですが、忘れていたので急いで水切りをしました。残ったお豆腐は冷ややっこで食べたいと思います。そしてこちらはラップをして冷蔵庫で冷やしておきます。そして次に水菜と卵のスープを作っていくんですが、水を 600cc 入れて沸騰させます。もう一つのお鍋でお湯を沸かしていたので、苦味を取るためにゴーヤを1分ぐらい茹でていきます。茹でることで少しは苦味が取れます。そして椎茸も余っていたので、スープに入れようと思って薄切りにしました。そしてこちらのスープの味付けは、お水 600cc に対して鶏ガラスープが小さじ2、醤油大さじ1で味付けをしました。で、ゴーヤの硬さを見てちょうどいいくらいになったら火を止めて水切りしておきます。こちらのスープには冷凍しておいた水菜を入れていきます。で、
コーンも入れます。そしてデザートのオレンジを切っていくんですが、食べやすいオレンジの切り方っていうのをテレビで見てから、いつもこんな感じの切り方をしています。輪切りにするよりも一口大なので食べやすくて、小さなお子様にもおすすめです。で、ほうれん草にすりごまと白ごまをたっぷり振りかけていきます。で、1人分ずつお皿に盛り付けていきます。で、ゴーヤチャンプルに使う卵とスープに使う卵をそれぞれ溶いていきます。スープに溶き卵を入れて少しだけかき混ぜて、あとは余熱で火を通します。これでスープは完成です。次にゴーヤチャンプルを作っていきます。まずフライパンに油をひきます。そして豚肉を炒めていきます。塩コショウをします。で、一旦バットに上げておきます。そして次にお豆腐を炒めていきます。お豆腐も軽く焦げ目がついたら一旦バットに上げておいて、次は野菜を炒めていきます。で、野菜に油が回ったら豚肉とお豆腐を戻し入れて炒め合わせていきます。で、合わせておいた調味料をかけます。調味料は和風だし小さじ1、醤油大さじ1/2、お酒大さじ1、砂糖小さじ1/2で味付けをしました。で、最後に溶き卵を回しかけます。卵に火が通ったらゴーヤチャンプルも完成です。で、スープも器によそっていきます。あとは冷やしておいたものを冷蔵庫から出したら、今日の夜ご飯は完成です。いただきます。いただきます。食べよう。本日も最後までご覧いただきありがとうございました。